ただいまから行われますトラック競技は本日最初のトラック競技女子 400m リレーです。前3組行われまして各組2着までと3着以下上位記録のチームが決勝に進出いたします。まずはその第1組5チームの出場です。女子 400m 競走第1組の結果をお知らせいたします。女子 400m リレーの第2組の結果をお知らせいたします。1着京都府立医科大学時間53秒23、2着宮崎大学時間53秒94、3着産業医科大学時間54秒90。以下の結果につきましては電光掲示板をご覧ください。
後で競技開始12現在の当競技場のグランドコンディションをお知らせいたします。天候晴れ、気温 32.8 度、湿度 61%、 東南東の風 0.7 メートルでした。なお今日も気温が向上する中が予想されます。選手が